もこんにちは、こんばんは。はじめましての人ははじめまして、白子です。今回、またボスラッシュやっていこうかなと思っています。ちょっと音量調整して、もしかしたら小さいかもしれないんで、ご了承をお願いいたします。ボスラッシュ4を、変態を探してるんですけども、変態がいない。さっき言ったんだけど、あれ、マジで嘘や。普通にクリアしてもおもんないんでね。困ったな。困ったな。いない。はい、いないということで、唱えしましょう。あ、いいこと思いついた。ボスラッシュをまたちょっとノーアイテムでクリアしたいなと。あ、おった、おったんかい。どこや、どこや、天体どこや。おった。はい、じゃあこの変態パーティーで行きたいなと思っています。まあ、今回ちょっとね、まあ、苦戦するでしょうね。なんでかっていうと、スーパー17号こいつがほんまにきつい。なんでかっていうと、全員ほとんど気弾系の技が多いんで、ちょっとまずいなと思っています。まあこれはこんな並び、ちょっとまだ配置が未完成ですけど、まずはお前から。こんな感じでどうでしょうか。複数相手のミルキーキャノンは強いですね。はい、ケツからミルキーファイヤー、はい、リキュームイレイザーが、はい、78万、やめて。そうでしょ、そんなでも食らわんか。はい、クラッシャーボール。で、ちょっと配置をね、ごめんなさい、フレンドが、俺より上がいた。頼もしい。いいね。必殺技レベル20の変態を見るとすっごい嬉しいですけど、まだいらねえんじゃねえの。まだ全然潜在覚悟できねえだろって思うから、まあ、10でもいいかなって思うんですけどね。これでいきましょうか。変態からの、スピード変態からの、パワー変態、これでいきましょうか。はい、ケツからミルキーキャノン、ミルキーキャノン、あんま暗くないな。やめて、やめて、やめて。結構タフだね。硬いな。ここはちょっとこんな感じでいこうかなと。で、またこいつに戻して対処を、こんな感じで。ちょっとまだドッカンゲージの調整とかもしたいんで。一番最初でドッカンゲージ多分たまんないんで、まあ、次のステージに行かせれるようにちょっとしたいなと思ってます。はい、OK、こっからやな。さて行くか。何が正解かな。出た。やめて、尺が長くなる、遅い。はい、はい、ミルキーキャノン14万、あんま食らわねえな、やっぱり。
そうやな、バリアが溶けてからが勝負やね。で、なるべく必殺技打たないようにっていうのがベストなんですけど、多分次で溶けるんで、とりあえずこれはここで、これはここで、これがここですね。これでいきましょう。そしたらいい感じで収まるんじゃないですかね。サイコジャベリンって気弾系なの？あれ全然気弾系に見えねえけど、マジで。うわ、どうあがいてもあかんやつや。これでいこうか。取って取りの取りの、これでいきましょう。これはもう仕方ない。はい、回復しろ。やられねー。これもこれもですか、お兄さん。マジか、知らんかった。エンドレスゲームに入っちゃうぞ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、これはまずい。ドッカンゲージをいかに貯めるかやな。とりあえずここはこれで、やばい、無理ゲー、無理ゲー、嘘でしょ全員気弾系かよ、マジか。ちょっと待って、もうちょっと待ってくれ、回復すな。うわー、これきついなー、マジで。もうゲージめっちゃ貯めるしかないやん。ちょっと待てよ、マジで、マジマジかー、ちょっとこれきついなー。笑えねえわ、笑ってるけどあんまり笑えねえよ。これだな、これでいくしかない。いや、マジか、これはきついわ。ちょっと普通にきついよ。やられるな、これうまくいかねえとやられるやつだ。考えろ、次でたまりそうやな。どうせならフレンドで打ちたかったから。やばいねこれ。いけるかな。いや無理だろうな、バリア張ってる時点では無理だな。全然減らねえ、マジか。この時にいかに削れるか、マジで。好きなこれ、どうしよう、マジか、無理だ
無理だよ、こんなこんな無理だよ、マジで。きついわ。いやー、これはきついよ。エンドレスゲームやん。いや、無理ですね。これは無理ですわ。おかげでパータがね、もうカチカチレベルになってると思うんで、どうしよう、どうすればいいかな。あれ、セントジャベリン技能級じゃないの？あ、技能級じゃないんだ。まあだったらいける可能性は大きいね。ちょっとミルキーを外して、ここはやべえな、これすっげえすっげえ考えないといけないよ。とりあえずこれでいって回復してくれ。するんならしろ。ほいや。あれ、え、キランキだよね。え、あれ、優しさ。死ねえ時もあるんかな。ちょっと弱かな。なんか回復するもんやと思った。なんで？お？なんかよくわからんですけど、突破できましたけど、はい。次行きましょう。まあ、これはこんな感じで。ん？なんでだ？やばい、ちょっと頭の処理が追いついてないですけど、まあまあ次行きましょうか。なんでだろう。なんででしょう。回復しめる時あんのかな。まあまあまあ、なんかよくわからんかったですけど、まあとりあえず、まあ次の、まあこのステージのマジックというちょっとテンパってるんですけど、はい、まあいいや、こんな感じで、はい、これでもう倒したかな。はい、ああ倒せれない。でまたバーターを前に置いて、どっかにたまりそうかな。上限があるんかな、17号の回復って。なんか分かったら教えてください。なんか、はい、でこれはこんな感じで、まあこんな感じで、でいけるかしら。ファイティングアサルト、やめて、ハイパートルネード、はい、クラッシャーボール、もうちょいだね。で、これはこんな感じでいきましょうか。さすがにちょっとバーターを先頭にするっていうのは危ないんで、これだったらいけるんじゃないでしょうか。で、まあここまではいいんですけど、まあ結構きついですね、やっぱり次のステージが。これがきついですね。ちょっと使いましょうか。で、どうしようかな。
これが一番ベターかな。はい、こんな感じでいきましょう。え、ケツからミルキー、はい、追加のケツからミルキー、絞れ絞れ、はいはいはい、またミルキーキャノン全然食らわねえ。はい、レイザーガン、はい、まあリクームのアタックがちょっとねやっぱり上がってくるかな、これで。で、必殺技が最後に来るね。なんでまあバーッタじゃなくてチースを後ろに置いて、でこんな感じでいきましょうか。ちょっと結構食らうと思うんですが、こんな感じで、いいね。ここでまあクリティカルが出たらちょっとまだね、まあ勝てる、このターンで勝てるとは思うんですが、出ない。はい、結構食らうね。はい、クラッシャーボール、はいはい、出た出た、バンバンバン、はい、めっちゃ食らった。ちょっとやばいですね。なんでまあ先頭を使いたいところではあるんですが、こんな感じで鉄からミルキーからの、ファイティングアサルトからの、ヨーグルト、これでいけるでしょう。いや、いけねえねえかな。まあ気絶させてくれたらいいかな、ブルドが。ブルド頼むぞ。はい、最高ジャビにもう一発。あー、ダメか。食らう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 。結構硬いんじゃないですか。はい、オッケー。はい、次のステージ行きまーす。出た、チャネンバ、きついやつや。おー、きついわ。真面目にきつい。はい、こんな感じで、はい、ドッカンゲージ溜まって、はい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 、よっしゃ、スターキング多分これで倒せるんで、まあいけるかなとは思います。で、次ですね、こっからちょっと回避が向こうついてきますね。こんな感じでいきましょうか。で、ちょっとドッカンも貯めていきたいところではあるんですが、こんな感じでいきましょう。はい、ミルキーキャノン、いいね。やっぱり必殺技レベル20って結構食らうね。いいね。はい、サイコジャベリン、あ、ちょっとね、あ、気絶した。もしもね、ダブリ、LR の、ギニュー悟空のダブリが出たら、ちょっと僕も必殺技レベル20をちょっと本格的にしていこうかなと思ってます。はい、次で、ここなんですが、先頭にちょっとバーター置きましょうか。で、こんな感じでいきましょう。ちょっと最初必殺技を受けてますね。なんでまあこんな感じでいって、まあうまくいければいいかなとは思っていますが、うまくいけるかな。
避けろよ、避けろ、高確率。高確率とは何だったんだろう。はい、クラッシャーボール。で、ここは先頭にギニオですね。こんな感じでいきましょうか。こんな感じで。はい、ケツからミルキー、クレイ。はい、ファイティングアサルト。はい、はい、よっしゃい、いいね、クリティカル出たね。はい、サイコジャビリン、寄らない。で、ちょっとリクーンは後ろの方で、こんな感じで行きましょうか。で、こんな感じで、ミスった。まあいいや。こんな感じで行きましょうか。避ける。うちのバーターは全然避けない。くれ、オッケー、いいね。さあ、ここからですね。必殺技は打ってくるね、打ってくるね。あっちゃん使いましょうか。これはもう忍耐力ですね。相手がまあ回避するんで、どれだけまあ連発でいけるか。はい、ケツからミルキー一発目当たる。はい、ファイティングアサルト当たる。ラッシャーボールファイト。はい、クラッシャーボール当たる。全部当たった。オッケーオッケー、いいね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 、調子はいいよ。で、先頭を置いて、ここからもう一回いくぜ。ではこれでいくか。お前さっき打ったやろ、もうやめてよ。避けろよ、全部当たるんかい。避けろよ、たまにはちょっと当たんぜ。それは、あ、避けた。避ける。なんか回避率下がった向こう。そうでもないかな。なんか結構食らうんだけど。はい、で、またどっちが振り組むから、振り組むじゃないや。ギニューが先頭で、こんな感じで、で、最後リクーンでっていう感じでいきましょうか。はい、ミルキーキャノンくれ、避ける。はい、ファイティングアサルト食らった。はい、ミルキーキャノンじゃなくてイレイザーガン間違えた。はい、避ける。まあこれは別に避けてもいいや。はい、もう一回いくぜ。はい、バータからの、ギニューからの、チーズ。マジか、もうやめてくれ。避けて、避けられない。当たる。これが全部当たったら多分勝てる。避ける。はい、クラッシャーボール当たる。オッケーオッケーオッケー、ここまで来ればいける多分。
はい、ゴテンクスですね。これはこっちの方がいいな。これでいきましょう。はい、はい、カチカチ。はい、ミルキーキャノン。あー、ストレスが全然ないわ。ちょっとこれミスったかな。あー、でも倒せれた。はい、サイコジャベリン。はい、あー、もうちょっとか。まあ、こいつはちょっとバータに必殺技を打ってもらいましょう。そしてリクーム。オッケーオッケー。まあこんな感じで、ちょっとドッカンゲージもうちょっとゆっくり貯めていければよかったかな。まあそう思ってます。はい、次ですね。はい、ゴテンクス出ました。ちょっとギニューの方は後ろで待機してもらって、こんな感じで、まあ、必殺技相手打ってこないんで、まあ大丈夫かなと思うんですが、溜まっちゃった。まあいいよ。はい、行きましょう。はい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 。あー、ミスタイ。スパーキン。僕ちょっと iPhone 7 Plus で、やっぱり画面大きいとちょっとね、カップが難しいですね。はい、クラッシャーボール。わっしょい。もうちょい。あ、結構活躍してくれる。オッケー。さて、こっからですね。これでいきましょうか。こんな感じでいって、最後グルトで必殺技。ピオレは一番いいですけど。全然食らわない。はい、ミルキーキャノン。あー、必殺技か。ブーブーガレー。はい、ドド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 。はい、グルド。サイコジャベリン。これでちょっと低下をさせましょうか。お、2回目いいね。あ、ヨッターしかも優秀ですね。これでいきましょうか。こっちだ。で、次がまあ誰が出るかわからない状態。エディクームリザーガンファイヤー。あ、即属性か。で、まあ今のうちに肩をつけましょう。こっちがいい。いや、よくはないな。こっちにしようか。必殺技が打てない。まあ、これでいって、で、これでいきましょうか。はい、バータ、ブルーインパルス。はい、避ける。はい。はい、ケツからミルキー、絞れ絞れ、ファイヤー。ちょっとまだ倒せる気はしないですね。これでいきましょうか。一応ブルーは使っておきましょう。なんか嫌な予感がしたんで、これいきましょうか。はい、ミルキーキャノン。もうちょいもうちょい頑張れ。はい、ギャラクティカ。はい、クラッシャーボール。あー、結構食らうね。回復してて正解でしたね。はい、サイコジャベリン。もう一発は出ないか。あー、戻ったか。
で、こんな感じでいきましょうか。これが耐えれればまあいけんことはないかなとは思うんですが、どうでしょう。ああマジか、うちのバータ全然避けねえ。ダメだ。頑張れよ、ちょっと。もうちょい。ファイティングアサルト。いける、いける。いける。いけた。いいですね、最後。これが、いかに防御ダウンを使うか。ごめんなさい、ちょっと椅子がバキっていった。さあ、行きましょう。で、もうギニュー。うちのギニューはちょっと後ろで待機をしてもらいましょう。ちょっとお役ごめんですね。こんな感じで、ミルキーキャノン、クラッシャーボール、はい。あんま食らわないんじゃない。オッケーオッケー。はい、ケツからミルキー。お、いいね。さすがうちのギニュー。はい。で、ここは、こんな感じでいきましょうか。で、まあ、最後、ドッカン打てれればいいかなと。はい、ブルーインパルス。はい。はい。半分ぐらいか、これで。はい。こいつ誰だっけ？ブロリーと、なんだっけ名前忘れた。なんだっけ、なんでしたっけ、マジで忘れた。誰だっけ、まあ、いいや。すげえ気になるな。はい、ミルキーキャノン。はい、次ですね。こっからちょっと防御ダウンが欲しいかなとは思いますが、ちょっと回復しときましょうか。これでどれだけ食らうんだろうね。なんかカチカチなイメージがあるから結構食らわないのかな。全然食らわないね。ちょっと困ったね。リクームを元に戻したいんですか。リクームとグルドかな、役立つのは。なんでこれはこういう風な形でいきましょうか。こんな感じでいきましょう。これでディフェンスが低下すれば、まあ次がちょっと、お、いいね。次が期待できるかなと。ファイティングアサルト。さあどれだけ食らうか、ちょっとわかりませんが、全然食らわねえ。マジか。クラッシャーボール。あ、食らった。オッケーオッケー。クリティカル。クリティカルだから結構食らったんだと思うんですけど。イレイザーガンからの、多分大丈夫かな。こんな感じでいきましょう。次、ここクリアしたら、ドッカンゲージを使いましょうか。はい、レイザーガン。はい、ミルキーキャノン。あんま食らわねえな。硬えな。硬えな。ここでドッカンゲージを使わざるを得ないですね。うわ。うわー、マジか。
究極やな。これだったら打てるんですが、これはやばいな。フルドで打っちゃう。それは避けたい。はい、ドッカン。はい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 、スパーキン。はい、ミルキーキャノン食らえ。全然全然か、ちょっときついね、さすがに。オッケーオッケー、クリティカルが頼みの綱や、ほんまに。やばい、無言になっちゃった。ごめんなさい。次が、リクームは戦闘に置いてイレイザーガンを打ってもらいましょう。で、防御を低下。あ、オッケーオッケー。さて、さて、行きますか。地獄ですわ。こんな感じで。で、ちょっと張っちゃおう。バータはこんな感じでいきましょうか。多分全然食らわないと思います。なんで、まあギニューじゃないわ、リクム、リクム頼みかな。あとはクリティカル。あんま食らわない。あ、まあまあ、ブルーインパルス、はい、クリティカル、いいですね。これはこれでいきましょうか。あ、やば。あ、これでいこうか。これで、ディフェンスを下げてもらって、で、リクーンじゃないわ、ギニュー特戦隊に僕で打ってもらって、で、また、グルドでディフェンスを低下という。でもなんか素のダメージがそんな食らわないっすね。やめて、やめて、死んじゃう。グルドにそんなの打ったら死んじゃう。やばい、回復はなくなっていく。でも負けない、これ負けないよ。ここまで来たんだから。はい、ケツからミルキー、いけ、ケツからミルキー、頼む。オッケー。あ、ディフェンス下がってる、下がってる、下がってる、どんどん下がってる。いいね、いけいけいけ、今のうちに、今のうちにミラノ州、頑張れ頑張れ頑張れ。上昇もあるからか、せやな。でもバータが、バータじゃない、ジースがあんま食らわなかったから何とも言えないんですよね。これはこれでいきましょう。頑張れよお前ら、いけ、これで勝てるはず。イレイザーガン、オッケー。きっつー、マジできつかった。オッケー、終わりました。ボスラッシュ4、クリアできないと思ってたんですけど、ブルドって気団系じゃなかったんだ。え、気団系だよねあれ。はい、や、またなんかちょっとね、分かったら教えてください。17号の回復ですね、ちょっとよく分かんなかったんですけど、まあまあ、オッケー。いやー、きつかったマジで。まあこんな感じで、ご視聴ありがとうございました。バイリースの方も登録していただければありがたいです。で、次ですね、まあ、ここやっていこうかなと思います。
それじゃあまた皆さん会いましょう。さよなら。